オーブっぽいものが映ってるように見えるけど、え、これは何？いや、そらいるよねっていうような場所やな。はい、七人岬がいるのがこの橋なの。田原神社っていう神社もあるんですけど、そこでも出るというふうに言われていて、人形を置かないでくださいっていう謎のなんか看板があるらしいです。なんか鳴ってるな。はい、すごっ。あそこだけ色めっちゃ赤ない？すごい綺麗にお供え物されてますね。トンネルの一番奥でゴサゴサって何かが動く音が聞こえたな。お疲れ様です。こんばんは。大門ダムに来ております。こちらの場所なんですけど、人玉が見えるといった噂があって、その人玉が見えてそれから逃げると街灯の下で黒い影が見えるといった噂もあります。すごい噂やな。はい、誰がそれ決めたんや。黒い人影が街灯ってまたアバウトやな。大門ダム、はい。ああ、なるほど。どうなんやろな、この街灯っていうのが今目の前に2つ、一番奥の合わせて3つかな、あるんですけど、どの街灯の下なんやろ。まあ、いずれにしてもこの街灯が今消えてるんで、っていう話だね。はい。人玉っていうのは結構水面とかに見えたりするっていうのを言ったら、もし人玉が見えるとしたら、こっちかな。霧がすごいな。反対側が、お、違うね、こんな感じなんや。これまた高いね。そうですね。なんか神社の名所っていうふうには言われてないみたいです。書いてなかったね。はい、こういう場所こそな気がするねんけど、そうじゃないね。まあ、でも人玉が見えるっていうぐらいやから、おそらくの左側のこの水面の方なのかな。はい、まあ、じゃあこのダムを別に歩いたからといって何かが起きるってことなのかな。ちょうどこれがダムの真ん中あたりなんで、すごいなこれ。おお、高いですね。でもあくまでもここは人玉。はい、結構、まあ、人玉とかがこういうコンクリートとかこの地上にあることって本当これ少ないんですよ。水面に人玉がよく見られるのって基本的にこの浮遊霊とか成仏しきれていないこの霊っていうのはその乾ききってる状態なんですよね。それを癒したいっていう意味で水面近くに離れることができないみたいな。もし人玉が見えるとすれば水面なんですけど、電気消した方がいいんかな。よいしょ。ちょっと写真の前が撮りますか。全然こういう場所やったらなんか映りそうな気もするんですけどね。写真を1、2、3、6枚撮ったんですけど、1枚だけ空中になんかオーブっぽいものが映ってるように見えるけど、俺とディエゴの間に赤オーブみたいなんだけど、何っすね。めっちゃ綺麗じゃない。え、すごっ。めっちゃ綺麗に赤オーブあるよね。こっちが背景で撮ってるんですけど、管理事務所があるよね。そこの場所とはちょっと違うね。他の写真にはそれ写ってないですよ。まあちょっと、通常のダムの噂とは違って珍しい場所でしたがっていう感じかな。決してなんかそんな悪い場所のようには感じないですね。はい、はい、この場所の恐怖レベルはどれくらいですか。いや1じゃないですか。
まあ、やっぱりこの集まってもおかしくないような場所ではありますけど、まあ、それを言い出したらこのダムに限らずっていう、そういった話になってくるのかなと思います。次行きましょう。お疲れ様です。こんばんは。姫ヶ淵に来ております。こちらの場所なんですけど、まあ、戦国時代にですね、武田勝頼という有名な武将がいたんですけど、その武将さんと、まあ、妻がこの場所で自害をしたんですよね。で、それを追って16人の女性の侍がこの場所で身投げをしたみたいです。そういうことよね。なんかすごいよね。はい、歴史がもうあるんやろなっていうのが、この後ろもそうですし、まあ今はもうここ墓地なんですよね。はい。なんかこの辺全部こんな感じの雰囲気なんや。そうですね。え、これは何？ボットジライソン。あ、でもこれ右ってことじゃないの？ですかね。なんか、いや、そらいるよねっていうような場所やな。はい。え、お城があったの？この辺に。どうなんですかね。お城とは書いてなかったんですけど。もともとこの場所が、うん、かつて姫ヶ淵って呼ばれる場所だったらしいんですよ。はいはいはい。その上に、まあ、ここで亡くなったから、首洗い場とか、まあ、そういう建物が作られたみたいです、うん、あ、そうなんや。首洗い場とかは実際にこの場所にあるあるみたいですね。あ、下な気がするな。下の方ですかね。これはすごい立派な場所ですよ。あ、なんかあるわ、石碑。あ、首洗い池って書いてる。ってことはこの下？ちょうど川が流れてますね。なあ。ああ、でこれ降りていけんねや。すごいな。あくまでも川なんや。みたいですね。まあ、観光地は観光地やろうけど、絶対こんなとこ人来てないでしょ。はい。道がすごいよ。蜘蛛巣だらけ。下から来れたよ。さっきのとこと繋がってる。これのことを、じゃあ首洗い出てかもしれないっすね。これのことなのかな。まあこれってわけじゃなさそうだけど、あ、でも家紋なんじゃないのこれ。あ、そうですね。そうやんな。じゃあここをこう流れていってる、さっきのちょっとちっちゃい滝みたいな、はい、水が溜まる場所で首を洗っていたみたいな、そういう感じなのかな。ちょっと池の写真だけ撮っとくわ。はい。でもさっき自害つとったやんか。はい。やのになんで首洗い池なのかな。切腹したのであれば後ろから首は切ってもらうはずですね。あ、そうなんや。まあ、本来の入り口は今の階段から上がってくるべきなのかもしれないね。みたいですね。で、ここに出てくるんや。おお、すごっ。全然怖くなかったけど、男の人の声が聞こえてんやんか、今。ほにょほにょほにょって、若干なんか喋ってるような感じで聞こえたんやけど、雰囲気に飲まれてるのも絶対あると思うけど、パッてその声が聞こえた時に反射的にこの頭に浮かんだのが、ほんまにその時代の人な気がしたな。この辺りから聞こえた。でもやっぱ怖いもんじゃないな。ああ、もうだから。お墓ですね。そうなんや。確かにな、こっち側やったな、お墓。はい。だからまあ普通に、こんな時間に普通は人来えへんから、俺たちが来たから気づいてほしさなのか、それは何かは分からへんけど、まあ声かけてくれたんかもしれないね。まあ全然悪い気はしないかな。これは？
まあ、こういうのがあるよっていうお墓ですかね、うんうんうん、もしかしたら。なるほど。この場所の恐怖レベルはどれぐらいですか？1ですね、はい、いやすごい声もはっきり聞こえるぐらいですから、いるとは思います。ただ不思議となんとなくですけど分かるんですよね。全然その悪い気がしないというか、そういったなんか攻撃的な、まあ、霊とかはいないんじゃないかなっていうふうに思います。すごいいい場所でした。お疲れ様です。こんばんは。桜井随道に来ております、はい、こちらの場所なんですけど、このトンネル内で女性のが遺棄されたっていう噂が流れて、そこから心霊スポットになったというふうに言われています。なるほど、はい、よいしょ。このトンネルに過去で展示会があった、なんか写真見る感じ、なんか絵の展示会なんや。すごいな。確かにこのトンネルの雰囲気に合わせてするっていうのはちょっとまあアートやもんな。そうですね。でもこれなんなんやろな。確かに銃って書いてて、さっきもありましたね。そうそうそう、ずっと続いてんの。20、あ、10メーターおきに印として置いてるんや、まあ、何のためって思うけど。30、ちょっとまあ普通に比べて縦長かな。50、こういうところでも4っていう数字は使わないですね。確かになかったな、はい、これも心霊トンネルって言われてんねんな。痛いですね。結構長いですね。長い。まあほんまにあれやな、全く何に触れたらいいんかなっていうぐらい。そうですね、普通のトンネルすぎて何にもないですね。うん、落書きもないし。そうやな。って感じか。たまにこういうトンネル、まあ、心霊スポット情報を見て引いたりしますけど、本当にもう何も慣れていないこの初期の初期で、もしこのトンネル来たとしても暗闇の中で過ごせるんじゃないかっていうぐらい普通のトンネルのように感じますね、はい。まあ、結構なんかその言っても山の中にあるトンネルですから、もうちょっと湿度が高かってもいいのかなと思ったんですけど、このトンネルに関しては比較的またカラッとしてて、そこまでなんか湿度も高くなくて、ほんまにいないんじゃないかなってリアルに思うような場所ですね。まあ雰囲気はあるんで肝試しにぴったしって感じですね。まあそういった場所やな、はい、道路から若干それたような場所やから来やすいかもな。そうですね、そこまで山道を走るわけでもないし。まあでもこれだけはちょっと言っておきたいですけど、言うてこういう場所来るも数時間かかってきてるんですよね。全部メイン撮りたいぐらいなんですけど、本当にここに関してはもうただただ何も起きないっていう、で普通のトンネルっていう。この場所の恐怖レベルはどれぐらいですか？そうですね、1ですね。まあ雰囲気だけのトンネルって感じです。まあ肝試しにちょうどいいのではないでしょうか。次行くか。お疲れ様です。お疲れになって。佐伯柳橋に来ております。こちらの場所なんですけど、この橋では七人岬の霊が出るという噂があって、まあ、その霊に見つかると殺されて、その7人のうちに加わるといった噂があります。その7人に加わってしまうんや。そもそも七人岬っていうのは神様？いや、7人一組の霊なんですけど、必ず7人で行動してるらしくて、その七人岬に取り憑かれたら7人のうち1人が成仏して新しくその7人に加わるっていう。ロケット鉛筆みたいな感じね。あ、そうです懐かしいはい、ロケット鉛筆方式です。ところてんみたいな。はい、ところてん。
ところてんじゃないの、ところてんは1個がうわーって広がるだけじゃないですか。確かにな、ロケット鉛筆でええか。ロケット鉛筆ですね。田原の滝、はい、松尾芭蕉が来てるんですね。あ、スキンヘッドのかな。あ、そうです。ここさ、はい、七人岬がいるのがこの橋なんやろ。はい、過去に七人岬がいるって言われるところに行ったことがあるけど、はい、それは神社やったのよ。はい、でも今回はこの橋なんよ。はい、でも一応この橋とこの横にある神社が今回まあセットというか、はい、そうですね、田原神社っていう神社もあるんですけど、そこでも出るというふうに言われていて、人形を置かないでくださいっていう謎のなんか看板があるらしいです。マジ？はい、なんかあるんかな、その神社に。かもしれんですね。一旦まあ見に行こう。はい。これが滝が目の前にある。何段にもなってるんですね。なあ。これが田原の滝なんや。はい。観光地なんやな、これ。みたいですね。だからさっきあっちになんかその雰囲気ある感じの。はいはいはい。バス停みたいなのあったもんな。でもすごい高さやな。思ってたのと違う。そうですね。もっと、浅いんかな、まだ。もうめっちゃ高さあるやん。田原神社はどこにあるの？すぐ近くにあるはずなんですけど。あ、そう。めちゃくちゃ道路沿いやもんな。はい。滝で。ライトアップされてるんですね。あ、これか。あー、なるほど。えっ、真横、え、すごっ。松尾芭蕉があるやん。なるほど、これがすぐ真隣にある神社ですね、田原神社。失礼します。いや、確かに書いてるっすね。開いてるな。この正面から見て右手に看板があって、人形やぬいぐるみを備えることはご遠慮ください。え、これなんで備えたらあかんのか分かれん。いや、ちょっと分かんないですね。なんかあればな、もしかしたら普通に捨てるに捨てられへんなって、この念が入ってそうな人形とか、はいはい、そういうなんかちょっと弱くなるような人形のとかを捨てきれずにここで供養しに来る人がいたのかな。なんか鳴ってるな。はい、え、すごっ。なんかこの音楽鳴るだけで一気になんかすごい神社が思えるな。もう今神様出てきた感じ。いやいや、ほんまにほんまに、はい、なんかなあ、ひざまずきそうなるよな、はい、シンプルになんかここに持ってくる人が多すぎてもうどうもできませんよみたいな、そういう意味で書いてそうな感じがするけどね。そうですね、うん。まあ、あくまでもその七人岬っていうのはまあ昔話とかにあるような、まあ、伝説の霊というか、お化けというか、まあ、そうですね、ヌーベイとかに出てくるやつですね。そういうやつやんな、はい、やったらちょっと定点カメラ置いてみたらいいんじゃないですか。全然気づいてなかったけど、なんかちょっとイルミネーションみたいなのついてるやん、ライト。そうですよね。気づいとった。はい、なんで教えてくれやんか。いや、さっき ライトアップされてるって言ったやんや、はい、あ、そうなんや、はい、ほんまやなって言ってましたけどね。ライトアップされてるんですね。ほんまに人の話聞いてないと思う。奈良市民ホラーチャンネル。
この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？1ですね。特に何も起きそうにない場所ですけどね。ただまあすごい場所っていうのには変わりなさそうです。お疲れ様です。こんばんは。旧割石トンネルに来ております。こちらの場所なんですけど、このトンネルを建設する際に、朝鮮の労働者がいたんですけど、劣悪な環境と過酷な労働で、亡くなる方が多数いたみたいです。なるほど。で、その亡くなった方の遺体をこの壁の中に、山の中に埋めたっていう噂がありまして、その方の霊が出るといった噂があります。この山なの、それともトンネルの壁なのか。トンネルの壁とも言われてますね。昔の風習とかで考えたら、そういう人柱にしたい可能性もあるな。なんかそれが関係しているようにどうも思えてしまうのが、このトンネル、ちょっと普通に車が通ったりする今も使われているトンネルなんで、隅っこの方を歩いていくしかないんですけど、このトンネルを抜けて、だいたい50メーター地点ぐらいですかね。右手にちょっと看板があるの分かりますか？この看板に事故多発地点って書いてるんですよ。で、その奥にさらにガードレールがあるんですけど、ガードレールがすごい曲がり方してるんですよね。ちょっと写真見てもらっていいですか？今写真見てもらったとこなんですけど、このトンネルが本当に関係してるのかどうかわからないですけど、あんな大きな看板が上がるぐらいなんで、なんかちょっとそういう風に考えてしまいますね。特にすごい急カーブなんかって全然そんなことなくて、緩やかな道なんですよ。で、さっきこのトンネルを通過して奥の方に車を止めてるんですけど、今なんかちょっと意味深なものを見つけてしまったんですよね。そうですね、どこやったかな、真ん中がね、ちょっとくぼんでる場所があって、全然意識してなかったけど、あの色変わってるとこちゃうの？あそこだけ色めっちゃ赤ない？はい、ほら、カメラでも伝わりますね。ここだけすごい赤いんですけど、その場所に壁が掘られて神様がいるんですよね。しっかりお供えもされてますね。すごいよな。ちょっと撮らせていただきます。ここで事故があったからとかじゃなく、やっぱりその今ディエゴがオープニングで言ったように、昔この建設中に、亡くなった方が多いからなのかな。いや、やとしてもこれ昔からずっとあったようには感じひんな。めちゃくちゃこれ後付けやんな。もしかしたら事故が多発するからってことやろ。つけたんだと思うんですけど、わざわざ作ってるんですよ。そう、トンネル内に作るっていうことは、そのトンネルが関係してるっていうふうに思ってここに作ってるんじゃないかな。どっちかって言ったらこっちの道の方が危ないけどな。トンネル出てすぐこれカーブやろ。視界が悪くてとかそういう意味であれば、こっちの方が対向車とぶつかる可能性は高いのに、なんで向こう側なんやろな。なんか赤って基本的にあまり良くないやん。そうですね。これはあえてでしょう。逆にここに何かあるって通った人が見てしまうような気もするんやけどな。いや、これなかなかすごいね。写真撮ってみよう。写真1枚失礼します。よいしょ。はい、というわけで一人になりましたね。すごい綺麗にお供え物されてますね。もう本当にこの場所だけ赤いんですよ。周りはですね、オレンジっていうか、黄色っぽいライトなんですけど、一目瞭然ですね。こうするとたまたまなのかあえてなのかわからないですけど、こんばんは。疲
少し反応してもらうことはできますか。違和感を感じることは今のところないですね。ずっと今一人で回ってるんですけど。こんばんは。少し反応を見せてもらうことができますか。足音とか聞かせてもらうことはできないでしょうか。この場所ではですね、作業着を着た、労働者の例が出るというふうな噂があるんですけど、事故が本当に多発しているみたいで、そういった例もこのトンネルに集まってても全然おかしくないと思うんですよね。はい。というわけで、この場所の恐怖レベルは1でお願いします。次行きましょう。お疲れ様です。こんばんは。ノーズイドに来ております。こちらの場所なんですけど、過去にですね、このトンネルの近くの路上で女性が路上強盗に遭ったらしくて、そのままされたみたいです。なので、その時に亡くなった女性の霊がこのトンネルでは出るというふうに言われています。なるほど、はい。あ、電気ついてるんですね。ついてるな。なんかもともと鉄道走ってた系の、めっちゃ響く、ちょっと変わったトンネルやな。なんか書いてるな。もう薄すぎて読まれへんな。昭和38年って、まあまあ結構古いか、もう今となれば。雰囲気は確かにすごいね。ああ、まあ電気消してもいけるんじゃない？まあしながら、そうですね。行こっか。めっちゃ響くっすね。めっちゃ響くし、久々にこんなに綺麗な雰囲気のトンネルを見たかな。ほんまにダラシメンのオープニングやん。はい、ダラシメのオープニングの場所っす。じゃあ、はい、何やそれ。まあでも心霊トンネルの割に綺麗な落書きがあんまりないですね。そうやな。電気もついてるってことは結構この道通る人多いんかな。街灯がついてるんで、何を言うてんの。もうかれこれ3年4年やっててさ、はい、いつになったら慣れる虫。慣れることはないっすね。ほんまもうそんな虫ぐらいで。なんかでも今息にこの道上がってきた時さ、はい、道路から大して山の奥までは入ってないのよ。結構手前にあるトンネルやから、見た目の割にまだちょっと町寄りというか。すごいな、なんかこの辺はなんか、そうっすね、めちゃめちゃやり替えられてる感がすごいな。補強工事ですかね。うん、プラスいろんな配線が通ってんやろな。なるほど。まあ、いい雰囲気のトンネルではあるんですけど、あくまでもいい雰囲気のトンネルって感じやな。これで馬の隧道って言うんや。宇野尾隧道です。あ、宇野尾隧道か。ちょっと一枚写真撮って。水が垂れる音かな。めっちゃ足音みたいに聞こえますね。まあ、みたいに聞こえるよな。
なくなったな。はい。あれ？マネージャー？は車の中か。はい。いや全然その嫌な感じとかないねんけど、トンネルの一番奥でガサガサって何かが動く音が聞こえたな。足音やったんじゃん。普通に。なくなったもんな。てか結構近かったよね。はい。その辺の感じやったよな。けど全然水なんか落ちてないな。その足音みたいな音と向こうのガサガサって誰かがトンネルに入ってこようとした時の音というか、なんかこういうシチュエーションで自分があまりなんか怖いって感じてない場所でぽいものが聞こえてもすごい冷静で俺のな、はい、けどめっちゃ冷静の中でもちゃんと聞こえたな。そうっすね。せっかくこんなにちょっと何かがいた感じがすごいトンネルなんやったら、しばらくちょっとトンネルの中で一人になってみようかな。初めはあまりこのトンネルに何も感じなかったりとか、恐怖っていうのも全く覚えなかったんですけど、少し気になりますね。ちょうどトンネルのど真ん中にいます。なのでしばらくここで居座りましょうか。ディエゴ、なんかこの今もバタバタみたいな聞こえたじゃないですか。多分この定期的になるようなこの音っていうのはどっかに水が当たってるような音に感じるんですよね。でも少なからず今のこのこの余裕さを見てもらえたら、分かるかなと思うんですけど、特にね本当にこの嫌な気に一つしないんですよね。もちろん怖い場所でもないですし、何かすごく嫌な感じがするとかそういった違和感もないです。期待しちゃったな。次行きましょう。この山道沿いすべてにオイラン姿の女性が目撃されているという、そういう話です。とんでもないぐらいの怨念が残ってたのにおかしくないと思う。ここ30歩おるのきついかもしれないです。手にライト持ってなかったらもう不安で仕方ないです。ちょ怖い怖い、無理やねんけど。